いつも動画をご覧くださりありがとうございます。今回は神回避ミルクボーイ宇都宮東出不貞に対するコメントが芸能界一だったという浅女さんの記事を紹介します。お笑いコンビミルクボーイの駒場隆と宇都宮隆が1月28日東京都内の吉本無限大ホールにて開催されたケログ公式応援サポーターの就任式に出席し、芸能界を賑わせている不貞騒動について言及している。2人の出世の象徴ともなったコーンフロスティーを販売するケロッグとのタイアップがついに実現したミルクボーイだが、記者からは俳優の東出昌大と女優の唐田絵梨花による不貞騒動に絡めた、ブレイク後は女性人気が上がったのでは、不貞は大丈夫かという質問が寄せられると、2年前に一般女性と結婚している駒場は、大阪でラジオをやらせていただいてもリスナーが74歳のおばあちゃんとかなんです。お手紙をくださるのはそういう方が多いので、そういう心配はない、皆さん温かく見守ってくれているので、そういう対象ではないとコメントし、男女の関係になるようなファンはいないと説明した。相方の宇都宮も駒場が奥さんにデレデレ状態だと明かしており、新幹線で握手を求めてくるのは基本的におっちゃんが多いという。続けて宇都宮は渦中の東出による妻の案を裏切る不貞について見解を求められると、僕は東出さんにお会いしたこともないですし、人様の家庭にコメントするのはあれなんで、皆さんが幸せになってほしいだけで、僕が何かを言うことはないかなと思います。ただ僕は浮気をしませんということで、と答え、面識のない東出のプライベートに言及することを避けている。平和主義な宇都宮の人間性がにじみ出ているような東出不貞に対する言及でしたが、それでいてしっかりと僕はしませんと浮気はしないことも断言し、交際中の恋人への忠誠を誓った100点満点のコメントとなりました。記者からのややナイーブな質問に、誰も傷つけることなくその場をやり過ごした宇都宮には、マスゴミのくだらない質問に素晴らしい対応、しっかりした対応、地に足がついている感じで、めちゃくちゃ好感度高い、この対応が一番正解だと思うなどと好意的な反応が集まり、今までいろんな芸能人があれこれ言っていたが、この回答が一番良いとナンバーワンコメントに押す声もあるほどです。突然のブレイクでまだまだ借りてきた猫状態のミルクボーイだが、そのベテラン風の見た目とは裏腹な初々しさもまた人気の要因なのかもしれない。はい、というわけで引用終わります。ミルクボーイの宇都宮さん、それコーンフレークやないかいっていうね、ツッコミの方の人ですね。散々東出さんの動画を作っておいて言うのもなんですが、宇都宮さんが言うように、確かに人様の家庭にどこを言うもんでもないかもしれませんね。ただごちそうさんを熱心に見ていたので残念だなという気持ちがあります。簡単ではなさそうですが、東出さん、アンさん、離婚せずに関係修復してほしいと密かに思っています。はい、今回の動画は以上になります。コメント欄よりご意見ご感想いただけると幸いです。動画に対するグッドバッド評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。登録後に現れるベルマークをクリックして、全てを選ぶと通知設定がオンになり、新着動画のお知らせが届くようになりますので、ベルマークのクリックまでしてくださるととても嬉しいです。最後までご覧くださりありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。それでは。